はい、皆さんこんにちは。大分市にあります別宝自動車整備工場といいます。本日は鈴木ワゴン R の整備が入っております。この車は平成19年の初年度登録で走行距離が11万キロぐらいなんですが、エンジンが非常に調子が悪くて、多分、オイルメンテの不備が重なってですね、エンジンがもう完全にいかれてしまった状態で、すごい異音がしてたんですけれども、人間でいうと心臓移植にあたりますエンジンの積み替えというような部分までちょっと発展いたしました。担当の工藤さん、状況をご報告くださいますか。はい、今エンジンを原車から下ろした状態ですね。はい、はい、これが傷んでるエンジンです。そうですね。はい、でお客様の希望でこの中古のエンジンでいいということで、こちらのエンジンを今から積み込む作業を図っています。はい、こちらの、新しい方のエンジンは走行距離どれぐらい、情報では4万キロだと聞いています。そうですね。はい、はい、こちらのこのエンジンを、傷んだ方の車の方に、乗せるということで、はい、入れ替えるわけですね。はい、はい、相当な、作業量が多いと思いますけれども、一つ、ですね、このようにならないようにオイル管理、日頃のメンテナンスが非常に大事になってくるんじゃないかなと思います。そうですね。はい、はい、わかりました。皆様方にもそのようにお伝えをいたしまして、日頃の手入れの重要性ですね、重要性、はい、換気を促したいと思います。はい、はい、ご苦労様です。